たかが雑魚といえどもこれ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやるか。待て、死竜よ、手出しはならんと何度言ったら分かるのじゃ。しかし老師、私はセイントです。地上の正義と平和のために戦うアテナのセイントです。死竜、私は多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きていくことなど死んでもできません。この死竜は。分かった、死竜、アテナにはわしからお詫びしておこう。老師、一緒に死ぬか、死竜よ。老師。どうこよ、かわいい愛弟子との別れは済んだか。ならば今度こそ師弟仲良く視界へ送ってくれるぞ。慌てるでない、死竜よ。死を、お前にはわしは撃てん。何、危うく首の皮がつながっているくせに何をふざくか。くらえ、とどめのスターダストレボリューションを。これは ライブラのクロス。ライブラが盾になって俺と同志を守ってくれたのか。だが悲しいかな、お前にとってそのライブラのクロスはもはや無用の長物。追いさらばえた身にそのクロスをまとうことはできぬ。逆にクロスに振り回されるのがオチだ。さあ今度こそとどめだ。もはや何者もお前の死を妨げることはできぬ。死ね。なんだ今にも死にそうなはずの瞳子の体から立ち上るこのコスモは、しかもこれは今までのような追い果てたものではない。これは死を言う。わしがなぜ243年間も五老峰の大滝の前に座したままだったと思う。それはハーデス軍の監視だけが目的ではなかったのだぞ。なんだと。そうよ、なぜライブラのクロスがここに飛んできたのか。それらすべての答えを今見せてやるぞ、シオン。何？なんだこれは。どうかの皮膚がひび割れて、まるでサナギが脱皮でもするかのように離れ落ちていく。バカな。老いた皮膚がすべて離れ落ちて、その下から現れたこの肉体は紛れもなく243年前の若々しい18歳の頃の瞳子だ。そうだ、シオン。わしはアテナより偉大なる神の力、ミソペサメノスを施されていたのだ。ミソペサメノス、あの神々の歌詞の方と言われるミソペサメノスか。そうだ、243年前ハーデスとの凄まじい聖戦が終わった時、生き残ったわしとお前はまた来たるべき聖戦に備えてアテナより使命を授かった。シオン、お前は教皇としてサンクチュアリを守り、わしは108のハーデス軍の魔性を封じ込めた塔を監視するという役目。
だが今言ったようにアテナよりミソペサメノスを施されたわしの心臓はその日から1年に10万回しか動くことはなかった。バカな、10万回とは人間の1日の平均鼓動ではないか。それではそうだ、243年という歳月はわしの肉体にとってはわずか243日間でしかなかったということなのだ。恐るべきはアテナ。まさかどうかにそのような瑕疵の法を施していようとは。死ぬよ。はい。いつまでも何をしている。アテナにはわしからお詫びをすると言ったはず。早々にムーの後を追い、敵を蹴散らせ。はい。良いか、シリュウ。そいつらスペクターを一人も生きて返すな。アテナを死んでも守り抜くのだぞ。はい、ロシ。動くな、小僧。もはや動けんのはお前の方だ、シオ。行け、シリュウ。はい。シリュウ。そうだ、そうだ。よくだ。お前は決して死人じゃないぞ。どうこう、243年ぶりにライブラのクロス装着。さあシオ、これで全て対等だ。243年前と同じように。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。だが本当にこのシオンと力まで対等になったのか試してやるぞ。くらえ、どうか。バカめ、自ら消滅を望むか、シオン。どうあってもお前は倒さねばならん。くらえ、どうこう。レディーパン。甘いわ。手触り。
場合は。それだけか。甘いわ。甘いわ。ダブルノックアウト。修行が足らぬわ。